カモメンタルの牧雄さん、うん、よくお世話になってるというか、うん、時々まあ飲みにも連れてってもらったりとか、ね、お前可愛がってる先輩ですよ。可愛がってる先輩というか、まあ、可愛がってもらってる先輩ですけど、ね、やっぱ牧雄さんってね、あの女装する方ね、そういやめちゃくちゃ面白いというか、うん、やっぱな変なんですよ本当に。へえへえ、あのカモメンタルさんってもう、まあ、キングオブコントチャンピオンですから、コント日本一で、うん、ネタももうめちゃくちゃ面白いしね、単独も行かしてもらいましたよ。単独とかもうすごいでしょ。すげえ面白い。でもすごい好評だし、宇大さんなんて本当天才ですから、宇大、うん、さんがねネタを作ってるんですけど、で牧雄さんも演じるのすごいし、うん、それでもうものすごいコンビなんですけど、うん、牧雄さんってもうとにかく変なんですよ。めちゃくちゃ変。牧雄さんが変っていうのはあんまりまだ伝わってないんで、やっぱそれちょっと言ってかなきゃなと思って。あ、多分ね、一般の人には伝わってない。そうそう、芸人はみんな知ってるんですけど、ね。芸人はもうみんな知ってるんですよ、牧雄さんが変だっていうこと。で、この間牧雄さんがね、なんかYouTube で、かなんかで、うん、アメリカのスタンダップコメディを見てたら、うん、なんかやりたいみたいになって、ライブを主催してたんですよ。なんか牧雄さんの悪いところで YouTube とか見てやりたいってなったらライブやるっていうその感じがあるんですけど、あれもやりよったか、あのエチュードのライブも、あエチュードのもやったり、うん、あとラップバトルもコーナーでやったりとか、そういう見てるとすぐハマるっていうその、うん、牧雄さんってほんとバカなんですよとにかくそう、いい大学が出てますけど、変わってる変わってるって言ってましたけ けどバカ、本当にバ カなんです。もう牧雄さんほんとバカだなと思って、うん、でスタンドアップコメディショーっていうライブやるから、なんでまあ僕も呼んでもらって、ああお前出とったな、あれ牧雄さんがやるよりやつ、牧雄さん牧雄さんがやって、で牧雄さんがまあ、でスタンドアップコメディってなんすかみたいな、いや何でもいいんだよみたいな、とにかく出て喋ってくれればみたいな感じで言ってみて、牧雄さんがトップバッターで出て、うん、主催者なのに、うん、その時点でもう変なんですよ、変っちゃ変なんですよ。で後半みんなわーって分かって僕らとかやって、終わで鳥も牧雄さんがやるんだろ。鳥牧雄さんやんない、牧雄さんトップバッターだけ大逃げしとるか。いやそうですよ、それで終わってまあ自分の手も終わってからずっと見るんで、も楽しいから、うん、人のスタンドアップコメディ見るのが楽しいからずっと見て、うん、でなんかその最後エンディングみたいな総評なんか分からんすけど、牧雄さんがこう評価していくみたいな、なんか評価っていうかそのこうこうこうでみたいな言うけど、うん、まあ変だし、なんか確かに僕らその時に牧雄さんこういじって、うん、なんであんたがそんな言ってんすかみたいな言っても、うん、お客さん的にはちょっと変な空気なんで、牧雄さんがバカだとみんな思ってないから、分かってないんだろうなまだ。そうそう、でそのまま打ち上げに行って、うん、こうこうこうでみたいな話して、いやどうだったんですか牧雄さんみたいな、いや今回まあ2回目だったかそのライブ、2回目か2回目だったの前回はこうやって、今回ちょっとまあうまくちょっとダメなとこもあったかなみたいな、どうしようかな、いや牧雄さんその主催者なんだから鳥やってくださいよみたいな、うん、つけたら、いや鳥はちょっとそのだったらもう前半最悪トップやってもいいですけど、だったらその後最後もう一回やってくださいよみたいな、うんうんうん、いやまあだったら一回とりあえずそのまあ最初に出て前説やるわみたいなことを言い出して、そのなんかもう意味が分かんないでしょ前説で他の若手のね人がいるんですけど、うん、その前説やってる人に、じゃあお前が一番ってやってる、俺前説やるからみたいな、そのもうわけわかんないでしょ何言ってるか。前説の前にもなんでその巻尾さんが出てくんだって話になって、まあいろいろこうもうなんだよって、もうそんな人だから、うん、いやもうすげえバカじゃんみたいな、もうこっちもいじる感じになって、うん、まあ巻尾さん本当に優しいからいじってても全然怒んない、なんか、うん、怒りというものが巻尾さんもないのか、うん、怒らんな全然、だからダメなんですよって僕もちょっと言ったん、説教したんですよその、うん、キングオブコントチャンピオンに、うん、そう悔しいとか怒る気持ちがないからダメなんじゃないですかとか言って、誰に言うとんの牧雄さんも、うんって変なキャラ入れて怒ってるよみたいな、なんかその変なことやりだすんですよ。 あれやるな、やるでしょ、変なのやる、変なのやりだして、おもんないやついやマジでその牧雄さんが狙いに行ったやつマジで全然おもんないですよ、おもんない、おもんない、面白くない、本当に面白くないのに、うん、本当それで、いや何なんすかって言って、すげえ後輩がこう全然バカでどうしようもないじゃないですかって言って、こうやってどんなリアクションする、どういう返してくんのかなと思って、最後バシッとこう全然何でもできないじゃないですかって、ズルって鼻水出したんですよ、その、いや、どういうことなんだ、その、後輩に責められて、急に青っ鼻垂らすっていう、どういうリアクションってなって、その、わけわかんないでしょ、なんで何もできない、もっとやってくださいよ、ズルっていう、その、いや、その、もう意味がわかんないし、その、いや、そういう奇跡みたいなのをすげえ起こして、もう大爆笑みたいなことが、すげえあるんですよ、本当に。その後も、なんか、いろいろ言って、結構不倫みたいなこと言っても、マキオさん全然気づかず、なんか真面目だからマキオさんって本当にあそうかそうか真剣にやんなきゃなって、でやりたいこと何でもやっていくみたいな感じになって、でいやこうこうって言って、いやそれスキューバーもやりたいとかなるでしょみたいな、スキューバーもやりたいとかね、こういうロッククライミングやりたいとか言い出していろいろや
るんじゃないですかって話の後で、結局マキオさん何がやりたいんですかって言ったら、そのなんか変なこと言って受けるみたいな感じだとみんな思ってたら、うん、何がやりたいんですかって、うん、やっぱりその喋りでこう笑うよって、いやマジのやつかみたいなそこはもうなんか言って、そういうのはでも全然やんないけど、奇跡を起こすから、そのなんかいろいろ言って何言っても受けるようなところでずっとこう無言な時とかあるから、うん、いやなんか言えばそんな誰かしら拾うし、なんとかなんとか、なんか言ってくださいよ、なんでもいいんだからって言ったら、なんでもいいの、じゃあお団子って、もう意味がもう全然わからないでしょお団子って急に言う、そのもうもう訳がわかんない、ほんとに何か言えばの意味がな、いや、マキオさんマジですごいんで、ほんとに天才なんで、ほんとにその天才だな最終的にな、なんだっけな、最後なんかミニコントみたいななんか始めて、うん、なんだっけな、誰かにだからマキオさん、いや違う、怒った方がいいですよって、マキオさんの携帯取って、うんうん、その誰かにちょっとガツンと言ってくださいみたいな、俺が言ってやるわみたいな、でこう電話してる、もうここが見えすぎて絶対電話してないの分かるんですよ、丸分かりでほんいやマジで思んない、マジで面白くない時間続くんですよ、いやこれでここでみたいな、お前言ってからな、もう一応見に込んで、マジで面白くない時間が続いてで、あのこうなんとかなんとかでみたいなって、どう決めるんだろうって、もう飲みもお開きの最後の時だしって、うん、それでこうだからな、分かったかって言った後、こう押す時にプリンってなってこれブルブルブルって、そのもうどういう笑いなんで、そういうことがすげえ、その打ち上げをもうほんと取っときゃよかったっていうぐらい奇跡が連発で起きて、すごいな、いやほんとに面白 い、 いやあの人つまんない時間がしばらくあるけど振りがクソつまらんの、いや振りがでもほんとに最後に僕らが全然ほんとに想像しね、どんなこと言うんだろうと考えるけど、やっぱまさか青っ端垂らすとは思わないし、しかも偶然かなんか知らないけど、うん、なんかその携帯プリンってなるとは思わないでしょ、そんな落ち、うん、じゃあなブルって思うっていう、そんななんかだからもう予想できないことが起きるからめっちゃ面白いんだよ、本当にそのすごい、やっぱああいう人には勝てねえよな、どんだけあの武装しとるやつ、そうそう、だから三拍子のお前みたいなやつ、三拍子の高倉さんとかも言って、あの人なんか努力というか全部知識を超えて練習してとか全部やってるけど、うん、もう結局それを持ってかれるというか、うん、そのなんかね、そういうのあるよな、いやもうすごい、本物には勝てれんとかってよう言う、いやでも本当にね、わけはまあちょっと長くなって申し訳ないですけど、うん、あのモグライダーの芝さんも出てて、うん、なんか芝さん、芝くんなんか怖そうだなみたいな、マキオさんすげえ最初ビビッ、なんでな、いやもう意味がわかんない、まあ芝さんってちょっとあのいう風貌別に優しいですよ全然ね、まあまあ、でも優しいし、普通の人より優しいよ、そうそう、なのに大丈夫かなみたいな、ずっとビビってたらしくて、うん、でいざ芝さんがそのネタスタンドアップコメディみたいなこうやってるみたいな、本当にわーって本当になんか、え、なんでな、だってライブなんかしょっちゅう一緒になるだろ、だって、いやでもなんか話したことなかったらしくて、あ、そうなんだ、それで見たら本当にわあ面白い、かっこいいみたいな、なんかなって、うん、かっこいい、まあ、ブライ派みたいなとこあるけど、ちょっと怖見えるんかもな、だからそうそう、それで芝くんみたいなことやりたいみたいな、すぐ感化されるから、あ、なんなんだよそれ、それはやりたいよ、あんなかっこええもん、いやそうですけど、かっこええと面白い両立しとんじゃん、で1回目それを見たのに2回目全然芝さんがやってるのと違うことマキオさんやってましたから、てな、何がやってんだよって思って、その、いや本当にちょっとね、あの、すで打ち上げでも散々僕らも言って、もうドカドカ受けて、うん、楽しく帰ったと、マキオさんから LINE 来て、いじってくれてありがとうねーって、その優しいなと思いましたけどいっぱいいじってくれてありがとうみたいな、本当にちょっと面白いんで、あの、いっぱい言ってかないとね、みんなでやっぱマキオさんのキャラをね、やっぱそう伝えていかんとな、だからあのライブ損しとる気がする、そうそう、だからライブというかやろうっていうことになって、うんうん、あのイベントもうすぐ言うわみたいな、そのなんか、うん、あの、ただ風大さんがどういうか分かんないですけど、まあね、風大さんあんまええ顔せんもんな、なんか、うん、だからああいうハプニング笑いとか嫌いじゃん、あの人、いや僕ら風大さんのこと好きですから、その風大さんに迷惑かけたくないんで、それじゃなかったら牧雄さんもね、ちょっとで、牧雄さんのミスで風大さんがいつもこういう顔してるのよう見るもん、そうそうそう、いやこの間でもカモメントさんなんか、まあというかカモメントさんもポッドキャストみたいなのやってるんですけど、うん、それしょっちゅう喧嘩してるんですよ、ずっと本気の、うん、で一見ね、この間営業みたいな喧嘩になってらしくて、したらもう喧嘩ないおじさんですよ、僕らですよね、年上ですからね、バカバカつまんねんで、お前が世界一つまんないからなみたいな喧嘩なんで、うん、おじさんとしょうもなと思って、何その喧嘩と思って言葉の語彙力が全然ない、あんなねネタをやってるような人の方がそんな語彙力で言うっていう、ちょっとあの本当にカモメンタルさんネタは当然面白いですけど、そのなんていうんですかね、まあエレキテルの橋本さんじゃないけど、やっぱその演じる側のそのパーソナリティの面白さ、あね、これは絶対もったいないもん、まだあんま言ってない、ちょっと僕らが先行してね、ちょっと言ってこうと思って、そうですね、マキオさん本当に面白いんでね、あいつら育ててやらんなんちゅう言い方するんだよなんちゅう言い方してんだよなんでまあまあちょっとまたマキオさんの話あったらしたいと思いますね、本当ですね、なんで楽しみにしておいてくださいね、平日毎日愚痴を更新しています、ぜひチャンネル登録してみてください、ウエストランドの愚痴ラジー。